失踪中の元中日二軍投手コーチ、門倉武氏、47が、横浜市内の公園で発見されたと、FRY で、電子版が2日に報じた件で、新証言が浮上した。本誌の取材によると、発見場所は、日産スタジアム近く、横浜市港北区。気になる今後について、親しい関係者は、おそらく離婚はしないのではないか。記者会見とかはしないでいいから、そっとしておいてあげてほしいと、門倉家の今後を案じるとともに、門倉がいなくなるのは今回で4度目、出口も同じで、いつも家のテーブルに携帯と財布を置いてから、いなくなるそうです。失踪の常習犯のようなものですとの仰天事実も明かした。また、失踪理由については、今回、不倫がバレて奥さんの逆鱗に触れてしまったわけですが、これまで門倉がいなくなるのは、いつもお金絡みでした。短い時は2日、長くて2週間ぐらいふっといなくなってしまう。女性絡みでいなくなるのは、初めてだったんで奥さんも驚いて大騒ぎになってしまったようですが、今回の不倫相手の女性とは、もう切れたと聞いています。もともと門倉は奥さんと別れたがっていたわけではないわけですし、娘さんのことも溺愛している、離婚はないと思いますよ。門倉が奥さんに誠心誠意謝罪すれば、奥さんも許してくれると思いますと続けた。ただ、世間をこれだけ騒がせたことについては、門倉のことをよく知らない人たちは、心配させやがって、人騒がせなやつだと怒る人もいると思いますが、記者会見をやれというのもかわいそう。これだけの騒ぎになって、何かあるといなくなってしまう人のイメージがついてしまったことで、再就職も難しいわけですし、お金にも困ると思います。会見をするなら YouTube などで話してもらった方が、お金にもなっていいのかもしれませんねと、今後を心配していた。